はなんと、伝説の刑事の皆さんにお越しいただきました、はい、大きな拍手でお迎えください。お待たせしました、豪華スター大同窓会太陽に吠えろついに開催。神田正輝さん、野本涼さん、勝野博士さん、小野寺明さん、そしてニューライトさんです。お願いします。ようこそおいでくださいました。お久しぶりだね。すごい、すごすぎる。もう僕にしたらもう太陽に吠えろか、もうウルトラ兄弟かというぐらい全部のヒーローがすごいことだったんですね。すごいことです。さあテレビをご覧の皆様、しばらくご堪能ください。すごいですね。ありえないです。こうやって一堂に会するっていうのはいかがですか。いや、初めてですよ。初めてですよね。はい、番組私も38年ぐらいぶりだね、はい、そうですね、今日ですか。うん、そうですね。ゴリさん、柴さん、ゴリさんがまたあのマカロニ刑事にこう久しぶりってこう叩いて今田君何喋ってんの。ここにあったんですよ、入ってきた時に。ゴリさん上がってるよ。上がってますよ。メイク室でも僕声しか聞いてないんですけどね。コンコンってロッキーですって言ってるんですよ。言ってはるんですよ。何曲がりそうですよ。いやー、しつこいようですが、テレビをご覧の皆さん、どうぞご堪能ください。それではご覧ください、1972年スタート刑事ドラマの金字塔、太陽に吠えろ。そうですよボス。まあ、ちょっと待て。石原裕次郎さん演じるボス東堂係長以下、ニックネームで呼び合う七曲り署の面々の活躍を描いた青春アクションドラマ。当時ドラマ初主演の萩原健一さんをはじめ、松田優作さん、勝野博さんなど必ず新人俳優が主役となり、その成長過程も見どころの一つでした。今日から俺たちの仲間だ、面倒見てやってくれ。うわー、さあ神田さん、まあ、映画界の大スターである裕次郎さんがテレビドラマに初めて、まあ、連続で出られるということでいかがでした当時は。まあ、偉いことでしょうね。銀幕の人がテレビ出るっていうことは、ね、はい、ただ裕次郎さんは、はい、ドラマっていうものは文芸作品でも何でもいいんだと、見た人が楽しければいいんだって考えてる人でしたから、はいはい、多分楽しんでたんじゃないですかね。楽しんでやられたんですかね。だって本人も初めての経験でしょうから。そうですよね。市川先生は太陽に吠えろの脚本も書きになられて、僕は途中からね、はい、そうですか、証券のあのマカロニ刑事が初めて人を撃ち殺すという回を、その殺された犯人役がジュリー沢田研二だったんです。これはもう本当に当時の二大スターが撃つ役、殺される役と言ってた。新宿でしたよね、確かね。そうそう、新宿の下で、ゴールデン街の中、そこでロケを、はい、すごい現場ですね、はい、ではここで改めてですね、皆さんがどんな刑事を演じたのか、こちら、はい、歴代の七曲り署の面々をパネルで確認していきましょう。まあ、まずは何といっても七曲り署刑事捜査第一係長、はい、東堂俊介役を演じられたのは石原裕次郎さん、うん、通称ボス、はい。まあ、皆さんに、ね、ニックネームがついているのがこのドラマの特徴でもありましたが、はい、まあ、辻口さんが言いました。そうですよね、ここからボスっていう、ね、ニックネームも、はい、今日本中に何人のボスがいるかっていう。はい、ですよね。うちのお兄ちゃん大阪でバーやってるんですけど、名刺の裏にボスって書いてあります。ちっちゃいちっちゃいボスだな、みたいな。そしてリュウさんがゴリさん、ゴリさん、はい、下川さんが長さん、そして小野寺さんが殿下。殿下、意味わかんなかったですけどね、僕ね。殿下ですか。いかにも殿下じゃん。なんか僕らもそう思いました。品があってみたいな、ね、俺北海道の出身で田舎のもんだから、はい、殿下ってなんだろうとわかんなかったですよね。テレビ見てる我々としてはもう都会的な、そうですか、ね、イメージぴったりでしたけどね。萩原さんのマカロニ刑事っていうのはどこから来てるんですか、ニックネームは。パスタとかマカロニが、いや、マカロニウエスタン、ね、ウエスタンでしょ。パスタ、マカロニウエスタンの方ですね。
そんな難しいことじゃないんですよ。そうでした。シンプルなんですもんね。考えたのは作家の方でありプロデューサーですけど、はい、マカロニって名前をドラマの中でつけたのは僕なんですよ。そうですか。そうなんです。それを覚えてる、うん、私ね志麻さんって初めて知ったんですよ。天下あ天下って言ってたから。志麻さんっていう名前だったんですか。そうそうそうですよ。名前は志麻刑事でしたね。木本さんは僕はね当時は顔半分ひげだったんですよ。そうですよね。ロッキー刑事は顔半分ひげでしたからね。でも山本君のイメージだということで、はい、なんかロッキー山脈を縦走するのが夢であると設定の中で、それで、まあ、あのカナディアンロッキーという風になったらしいんですよ。へでも本当は山は全部経験もないし当時はどっちかってあの僕漁師のせがれなんで、はい海の方なんですけどねそれが反映されてたらね、そうまた名前もバミューダーとかになってる。太陽に吠えろ刑事たちのアクションシーン。走る刑事ドラマと言われるほど走るシーンが多いこのドラマ、第1話もマカロニ刑事が後楽園球場で犯人を追跡。なんとその犯人役は水谷豊さん。撃てるなら撃ってるなら撃ってるなら撃ってるなら撃俺撃たねえ拳銃撃ってきたんだ。実は傷だらけの天使の名コンビはこの共演がきっかけでした。本当に誰も撃つ気なんかなかったんだよ。新人刑事はとにかく一番走らされるのが起きて、テキサス刑事を演じた勝野さんは撮影で走ったトータルの距離が地球半周分と噂になったほど。それまで演技経験ゼロながら柔道三段の実力発揮、迫力あるアクションシーンで大活躍。ニックネームのきっかけにもなったテンガロンハットもトレードマークでした。やつはまるでテキサスのカウボーイみたいな格好して歩いてる。あこれからや。そして異色なキャラクターだったのがロッキー刑事。何なんですか今度は。壊れたんですか。壊れたんですかってあんた壊したなんとじゃないか。山登りが趣味か。はい当分休暇はもらえないと思いまして10日ほど白馬の絶景を見てきました。元レスキュー隊で山登りが大好きだというロッキー刑事も野生味あふれる走りで熱演。驚異的な速さでバイクだって追跡。しかし当然ながらバイクには追いつけず逃げられました。そんな中、神田正輝さん演じるドッグ刑事は歩いて登りますか。歩いて、うん、合理主義であまり苦労しない新しいタイプの刑事像を好演。持ち前の運動神経の良さを生かしスキーで犯人を追うなどバリエーション豊かな追跡劇を展開。さらには片足でスキーを滑るなど華麗なテクニックも披露してくれました。あんたの勝ちだ。やべか。七曲がり署キットの二枚目刑事殿下。了解。当時女性ファンが一番多かったという殿下、犯人に対しても親身になる心優しき刑事を熱演しました。ああ今日爆破犯人をかばうようなやつは人殺しと同じだ。お前にそんな真似はさせないぞ。ゴリ押しのゴリさんこと石塚刑事は射撃の名手、また新人刑事の教育係としても活躍し、命の重さを後輩たちに熱く訴えていました。弾が心臓に命中するっていうのは少なくとも日本警察官にとって最も屈辱的なことだ。それぞれ皆さんやっぱ走るシーンっていうのはね印象的でしたけども、あの水谷さん追いかけるシーンあったんですね、あそこで、はい、あそこには全員いたんですよ。
ましたね。ラストシーンで見てましたね。あ、そうなんですか。後楽園借り切ってですよ。後楽園球場借り切ってる撮影。読売系ですから。まあ、そうですね。で夜、はい、あの後夜のシーンもあるんですよ。はいはい、野球やってるところ隠し撮りですよ。え、あ、犯人を探すみたいな。そうです。うわ、あんな実際の野球の試合。試合中に。お、隠し撮りしてるんですか。やってましたね。いやー。どうですか藤井君とかその裏話。いや聞いてるとやっぱりなんかこう自分が家族みんなで見てた番組なんで、うん、もう今すぐあの収録終わった父と母に伝えたいと思います。本当にそれぐらいのやもんね、はい、みんなで見てたもんな、はい、この太陽は、この太陽に吠えるのがデビュー作なんですよね加藤さん。はい、そうです。すごいことですよね。そうです。びっくりしたんちゃいますもん最初。はい、いや嫌でしたって言ったら申し訳ないですけど、はい、あの僕あの役者になるつもりなかったんで。何されてたんですかその時。あの劇団にたまたまちょっとあのお付き合いがあって、はい、1年間だけ行かなきゃいけなくなって入った、はい、もう辞めようとした時に決まったんですよね。で僕はもう辞めてあの就職活動、大学に行ってましたんで就職活動。大学生やったんですか。はい、え、テキサス大学生やったんですか。ずっと留年してたんですよ。それであの、はいはい、申し訳ない、大学戻らなきゃいけないんでお断りしますって言って、はい、そしたら説得されて裕次郎さんに会うだけでいいから会えって、はい、うわー会えるんだと思って行ってあのご挨拶来たんです、はい、そしたら頑張れよみたいなことを言われて、はいと言っちゃったんですよ。言っちゃったんですよね。それでまるで学生でしょ。うん、はあ、学生でした。あの一係でボスから、おい、テキサス、現場行ってこいって、はいって返事ならないんですよ。僕ね、はいって言えない俳優さん見たの初めて。本当に。それ当時ね、当時の話ですよね。本当にあの現場でも新人の教育係みたいな。もうね、はい、はい、って、はい、お前、ちょっと中止してくださいって言って、廊下の外を連れ出して、はい、お前、柔道部だろって言ったの、はい。お前ゲリだっつったら、はいって言うだろ、はいはい、できたできた、これでいこう。ちゃんとミュウさんが仕上げてから現場に入れる。本当にそうですね。おしゃれでした。見てる我々は全然わからなかったですからね。だからおかげさまでこの話でね、はい、私いくらか稼がしてて。さあ神田さん、はい、どういう経緯で太陽に吠えろの方に移動することになったんですか。あの裕次郎さんがお前太陽に来るんだって言われて、はい、で、はい分かりました、どうするんですかって、壊せって言われたんですよ。その今までの硬派な、はい、太陽に吠えるってちょっとこうきちっとしてるじゃないですか。はい、分かりますよ、はい、分かりますよ。ちゃんとした正義感の強い刑事たちじゃないですか、はい、ここまでは、はい、え、そうか。いやいや、それで、はい、だからすごく僕はナンパっていうかいい加減なんですよ。そのドッグ刑事はだ、皆さんは走って車なんて追いつくわけないじゃないですか。でも走って追いつくわけですよ皆さんは、はい、僕はあんまり走んないんですよ。走んない、物を使うんですよ。はあ、でも一本スキーとかスタンドなしで、僕はだからちょうど学生の時車のラリーもやってたんで、はい、とにかく全部スタントなしで本人に、あ、本人ができるっていう、任せるって。だから例えばそうだな、はい、普通にこう右ハンドルじゃないですか、はい、と1キロライトがボンネットにこう設置されて、カメラがこう運転席のこの横にあるんですよ、はい、で マイクとライトとカメラあるじゃないですか、はい、だから用意スタートって、はい、まあ、助監督が言うと、はい、まずライトつけてカメラ回してシネキンってその録音のね、はい、あれを回して、で僕は運転しながらカチンコをここで叩くんですよ、こうやって、でこの捨てて、でマイクを持ちながら相手があの喋ってる時はこっちにマイク振って、それで音声さんもやられたんですか。で自分が喋ってる時はこっちにマイク振って、それでそれがあるとこまで行くと、それをこうパッと置いてスタントでスピッと出して、皆さんそうなんですか。僕らもやりましたね、今やと考えられない撮影、もう今禁止されてるのは禁止でしょ。今はダメですよ。そうなんですよね、昔のテレビドラマとかってやっぱり街中のロケもそうですけど、今だと絶対にできないようなね、ありますね、たくさんやられてますから、うん、さあそして、はい、やはり太陽に吠えろはやっぱすごい人気シリーズになったのも殉職シーンなんですね。そしてこの殉職シーンなんですけども、実は初代マカロニ刑事がきっかけを作られたとお聞きしておりますけども、
それでは萩原さん演じるマカロニ刑事と松田優作さん演じるジーパン刑事の殉職シーンをご覧ください、はい、新人刑事殉職の歴史はここから始まりました。マカロニ刑事の殉職はなんと事件解決後、金銭目当ての強盗にいきなり刺殺されました。何にもストーリー萩原さん自らが出した殉職のアイデアは事件とは全く関係ない無様な死に様。母ちゃん、あまりにもあっけない、まさに衝撃的なラスト。続いては松田優作さん演じるジーパン刑事の殉職シーン。拉致された参考人を助けるために激しい銃撃戦の末犯人グループを殲滅。しかし、そうや、拳銃渡せ。こいつ何してんねん思ったもん。ほんま助けてもうてんの。どうしたんだよ相田、どうしたんだよ。せや相田や、なんじゃこりゃ。今も語り継がれる壮絶な殉職シーンでした。いやすごい、久しぶりに見てもあの間腹立ちますわ。助けてもらってんすよあいつ。これもやっぱりもう1年やって萩原さんがちょっともう対応これ卒業させてもらおうかなっていうことで言われたんですよね。いや、龍先輩は10年お勤めになったり、はい、長曲がり所にね、はい、小野寺さんも8年でしょ、はい、体力と技ね、うん、僕は見習うべきでね、いや、真面目にさ。あー、これ刺しました。何言ってやんだよ。いや、私来た時は大騒ぎっすよ。来た頃のデビューの頃は大騒ぎですね。どんな感じだったんですか。もうだって元気の一番いい頃でしょ、半分声が裏返ったんだから。仕事以外でね、飲んだりそんな悪いことばっかりしてるんですよ僕が。それがそういう風に帳尻って言いますかね、はい、ツケが来たんでしょ。だから降参したんですよ。それでね、はい、流行の最先端のパンサーかなんか乗っててな、はい、そうでしたっけ、それで美女を乗っけてね、はい、美女、うん、それで不思議に後ろに長さんが乗ってるんですよ。これが生かしてるんです。面白い。殉職シーンテキサス刑事編。銃の密売取引に単身捜査に乗り出すテキサス。動くな！権威拳銃密売の現行犯で逮捕する。しかし多勢に無勢、犯人から激しい銃撃を受けてしまう。そしてを殺さずに逮捕しようとして逆に何発も銃弾を受け無残な最後を遂げてしまいました。テキサス死ね。なんとこの回はシリーズ最高視聴率 42.5% を記録しました。テキサスすごいですね。回も言えなかったのに。マキノさん、でね、彼はもう死んでるわけですよ、はい、
だけどもう2年間終わったっていう思いといろんなものが頭の中にもう込み上げたんでしょうね、はい、涙が止まんなくて撮影できないんですよ。もう死んでるのに涙がもうお前泣いちゃダメだよお前それでもめっちゃいい人テキサスその思いがね、はい、だからはい本番またお前ダメだないつそれでね、はい、随分かかったの覚えてます、ね、嬉しいのと悲しいのと、ね、感謝の気持ちがものすごかったんですよ、自然に涙が死んでるはずなのに出てくるんですよ。でもいや撮影できないぞって言われてもまあそうですよ、死んでないんですもんね、それは思い出しますよね、止まんないんですよね。そして、スタートから、まあ、オリジナルメンバー殿下の殉職シーンも印象的ですよね。ちょっと僕は、一応新人刑事ではないので、あんまり壮絶な死に方じゃなくて、はい、あっけなくあっさりと殉職したいんですって希望は出したんですよ。さあそしてロッキー刑事は、はい、ご自身でリクエストされたということなんですけども、やはり先輩刑事がですねかっこいい死に方、はい、殉職シーン撮ってますね、はい、何もねプレッシャーですよね。でもね僕はだからもう死に方よりもですね、はい、雑談の中でああカナダいいな、ああロッキー山脈いいなって、はい、言ったんですよ、もうそれ行ってみたいなということなんですけどね、行ってみたいなロッキー山脈にと、もう死に方はどうでもいいかとにかくロッキー山脈にロッキー山脈にそれはね本当に通っちゃったんですよ、もうそれはだからねラッキーだった、ロッキーじゃなくてラッキーだったんですよ。いや本当に殉職シーン殿下こと志摩刑事編、海で格闘の末無事犯人を逮捕。柴田に早く会いたい。その足で結婚を約束した恋人の元へ向かう殿下。しかし何と無謀な対向車を避け車ごと崖から転落、さらには爆発炎上。あえて死ぬ瞬間は見せず、残された刑事たちの悲しみだけで志摩刑事の死を表現しました。殉職シーンロッキー刑事編。その名の通り殉職場所はカナダにあるロッキー山脈。ロッキー山脈でロッキーはもう山に犯人を追い詰め銃撃戦に。そして犯人が投げつけてきたのはなんとダイナマイト。え？マジで？ロッキー？最後はリスをかばって自ら犠牲に。うわすごい景色。優しい。リスは動物たちは無事ですか？大丈夫だ。みんな無事だぞ。無事ですか？いやロッキー。これは決してリスを。ね、助けたわけじゃないんですよ。違うんですか？リスを含めたロッキー山脈の大自然を、はい、守ったと。でも誤解しないでほしい。ああ、そうダイナマイトでね。でも絵はリスだ。そうなんだ。リスは最後にラストに出してましたよ。でも全員でロッキー山脈ロケ行かれたんでしょ？そうなんです。すごいですね。僕息を引き取りましたよね、はい、無事に死んだんですあそこで、はい、でその後にですね、お疲れって なりました現場は、はい、で龍さんがですねおもむろに背広の内ポケットからウイスキーの小瓶を出しまして、でそのキャップにウイスキーを注いでくれましてね、はい、そのウイスキーを僕にお疲れ様ってこう出して、神田さんも、みんなそばにいましたけども本当にあの時はねもう涙止まんなかったです。ゴリさん本当にね、もう感謝してます。ただリュウさんはリュウさんはいつも持ってるんです。神田さんそれ言わないでください。そんなゴリさんがびっくりしました。まさかの殉職なんですよね、最後は殉職シーン
ゴリさんこと石塚刑事編。番組スタートから10年以上演じてきた龍さんにもついに殉職の時が。射撃の名手である石塚刑事が皮肉にも何発もの銃弾を浴びて殉職。歴代刑事の中で唯一ボスが見とったのはゴリさんだけでした。ゴリ！すごい凄まじいシーンですけども、いやだからあの私は救急車の中で息を引き取るんですけど、はい、その時にボスがまあそばにいてくれたっていうね、唯一その、はい、あのボスが送ってくれたっていうね、はい、それと1時間半かな、はい、なんかスペシャルになったんですよ、うん、通常1時間が1時間半に、はい、それが私に対するあの褒美を下すったんだとね、うん、今思ってるんですけどね、まあ、すごいね、ボスが唯一見とったっていうのが、うん、ゴリさんやからこそみたいなのはちょっと我々見てた側にもなんか納得のエピソードですよ ね。いや神田さんはどうですか、あの殉職はお願いしました、やっぱりいじりましたか、はい、そろそろって言ったら、はい、死なないもう一回1年ぐらいして、ええ、そろそろって言ったら死なない最後は石原裕次郎さん演じるボス、思い出の名場面。常に優しさと厳しさで七曲がり署の刑事たちを導くボスこと東堂係長、部下を家族として愛する理想の上司像でもありました。余ってるだ、死んだマカロニやジーパンやテキサスに俺は何と言っておいたらいいんだ。そして時にはこんなお茶目なシーンも。なんだお前その色眼鏡。おお、抑えろこれ。おい、へいへい、おい、やめろやめろ、痛い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 、ベロ、あ、熊の井のタヌキ、ラスコチ、何の写真ですか、ボヤタヌキ。しかしその裏では大病を患い入退院を繰り返す日々、ついには代役として渡哲也さんが登板することになりました。そんなボスの名シーンは最終回、病気をして最後の出演に駆けつけました。東堂さん、その名場面とは部下の監禁場所を聞き出そうと犯人の妹を取り調べするシーン。およそ7分に及ぶこのシーンは全てアドリブ、ボスのメッセージが込められていました。いやね、俺はね5年前にさ、この心臓を切った大手術をしたんですよ。部下の命は俺の命、今また一人若い刑事の命が消えかかってるんだよ。裕次郎さんは命の尊さという最後のメッセージを残し、主役として有終の美を飾ったのです。7分間、神田さんご存知でしたか。知ってます。あの入る時にやっぱり監督がね、はい、本があるじゃないですか、はい、さあもういいから回しっぱなしにしてっつってそのまんまも入ってって、だから誰も動かないし、だからテストもないからカメラはもう勝手に追うしかないですよね、はい、ボスが言われたそうですね、このシーンは、はい、このシーンは俺にくれって言って言われたって聞いてますけど、あの裕次郎さんから、だから心臓の手術したとかっていうのは僕ら言うとは思ってないから、はいはい、その太陽にほえろの中で自分の現実とだからリンクして喋ってるから。秋野さん自身は裕次郎さんとの思い出とかあったりするんですか。
あ、そうです。私ね、太陽2度ぐらい出させていただいてるんですけど、はい、渋谷のドン・キホーテっていう店がありましてね、はいはいはい、そこでしょっちゅう、はい、ゆうさんはじめみんな飲んでらして、はい、で飲み屋さん、飲み屋さんです、はい、で私もちらっと行ったりなんかしてる時に、ゆうさんに、太陽出るかって言われて、はい、ああ出たいです、太陽の降るんですか、出たいですって言って出させていただいたんです。そこでドン・キホーテで決まるんですか。で次の日なんかあの電話があって、はい、スケジュール調整入って出させていただいたんです、市川先生なんかやっぱ裕次郎さんっていう、うん、どういう、その太陽に吠えろを書く本当にあのなんていうか醍醐味は、はい、あ俺のセリフを石原裕次郎が喋ってくれるのかっていう、もうそれだけで手が震えるっていう。さあ神田さん、はい、裕次郎さんにとってまあね想像していただくしかないんですが、太陽に吠えろっていうのはどういうドラマやったと思われますか。多分あの映画の世界から裕次郎さん自身も初めてテレビというものに出たんだと思いますね、はい、で初めが太陽に吠えろで、で結びが太陽に吠えろなんだ、はい、だからこの太陽に吠えろの太陽ってなんだろうなと思って、石原さんのことだったんだなっていうのが分かりました。ボスに向かって皆さんがという、ああそうですね、いや本当に今回貴重なエピソード、はい、たくさん聞かせていただきまして、全部これは名作ドラマ第2点にアップさせていただきたいと思います、はい、ということで今日は皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。